高校最後の夏、日本中が胸を熱くした一球を投じます。同じ年の春には選抜甲子園に出場。大阪桐蔭藤浪晋太郎からホームランを放ち、甲子園を沸かせました。高校野球引退後も注目を浴びます。今日まで迷いましたし、最終的に今日の決断でアメリカでプレーさせていただくことに決めました。うちの、選手たちと一緒に野球やってくれることによって、必ず大谷君のプラスになるんだというふうに思って、今日も指名させていただいたんで。結論を出したのが本当直前です。本当会見までどうするんだっていう話はだったので。本日北海道日本ハムファイターズさんの方に入団させていただくことを、球団さんに伝えさせていただきました。プロ入り後も大谷は常に話題の中心にいました。キャンプ初日には大勢のファンと100人以上の報道陣が押しかけます。その要因の一つとなっているのは、大谷翔平が2人チームに入団をしたんだというふうに僕は思ってるんでね。二刀流です。キャンプ後半は一軍に合流し、投打に磨きをかけました。自己採点数何点くらいですか？100点でいいんじゃないかなと思います。はい、オープン戦初ヒットは特大ホームラン。サード小山に代わりまして大谷が入り、ピッチャー3番ピッチャー大谷背番号11。そして試合の中での二刀流の実現です。最速157キロを計測し、1回を1安打無失点、2つの三振を奪います。その裏の攻撃では打席に入ります。頭を切り替え、思い切りよく初球を引っ張ります。マウンドを降りるとライトに入る大谷。1試合で投手と野手の2役をこなしました。ちょっと緊張してたので、しっかり投げることしか考えてなかったんですけど、ゼロで抑えれたので、そこは良かったかなと思います。初球はまっすぐかなと思って待ってましたし、しっかりそこを打てたので、抜けてくれればもっと良かったですけど、最低限はできたかなと思います。ファンの心を引きつけて離さない大谷を、栗山監督はこう表現したことがあります。光り輝く空気感というか、存在感というか、
これこそが持ってるその星っていうのかもしれないですけど、普通の人はね。18歳、大谷翔平の魅力と素質。これらは18年かけて少しずつ磨かれてきたものでした。高校生活最後の夏、気合も入ってましたし、絶対負けられないっていう感じだったので、そういった部分では気持ちが入ってたんじゃないかなと思います。試合の時のコンディションってどうだったんですか？悪くないですね。良かったと思います。6回ツーアウト二塁三塁のピンチ、この試合の83球目、高校生として初めて160キロに到達しました。投げた瞬間はすごくボールの重さを感じたというか、やっぱりしっかりと指にかかるような感じがあったので、正直低くてボールかなって思ったんですけど、そこから低めから伸びてきて、ストライクっていう判定にあるんですけど、今まで取ったことないような低めからかなり伸びてくるようなボールでした。ワンバウンドしてボール球になるだろうって思ったんですけど、意外とキャッチャーミット見てみたら高かったんでびっくりしましたね。あのグラウンドで立ってる姿が、あの会場のざわめきがまだある感じですね。160キロ、この裏には大谷が入学時に描いたシナリオがありました。大谷個人の目標としては163キロのスピードを投げるということを目標にはしてました。これまで日本の野球界で163キロを出した投手はいません。その桁を数字を見た瞬間に、やはり高校生が投げれるようなボールじゃないので、本当に投げれるのかなとか、こいつ本当にやるのかなって見てて、それを聞いた時どんなことを思いましたか？いや、できるなと思いましたけどね、やれるんじゃないかなっていう気はしてました。そう思わせる理由は、骨盤や肩甲骨の動きの柔らかさからくる投球フォームのしなやかさだといいます。投球の時には骨盤が立った状態で背骨がぐっとこそってきて、でこう胸がここが張れるかどうかってすごく大事な要素になってきて、で大谷なんかここがこうすごく柔らかくこう出るので、しなる、いわゆるしなりがこう生まれてくるっていう状態だと思いますけど。花巻東といえば、卒業生に西武の菊池雄星がいます。選抜準優勝投手の菊池は高校時代最速154キロ。菊池と大谷に身体能力の違いはあるのでしょうか？優勢は柔らかさで筋力もあったんです、すごく。で大谷の場合は長さっていうんですかね、要はテコの原理ですね、レバーアーム、よく定規にこう消しゴムこうやってこう飛ばしたりしますよね、ピョーンとこう消しゴムの削りかす、こうあれと同じように、これが長ければ長いほどよく飛びますよね、これ短いよりもしなりますよね。だそういうこう大谷の時にはその長さがあったので、やっぱ速い球投げれたんだと思いますけど。最大の持ち味、速球。少年時代から武器にしていましたが、
それを受けるキャッチャーは苦労しました。あのバッテリー組み始めの頃は全然取れなくて、もう迷惑かけてたんですけど、怖いんですよ、速くて。あれなんかワンバンとか来そうで怖くて、なんか体よけちゃったり。さらにもう一つの武器のスライダーは同じ年代の選手ではめったに当てられませんでした。高校でも大谷のボールはキャッチャーを悩ませました。もう速すぎて取る前が一番本当怖くて、でスライダーとかも全然本当全部後ろにやる感じで、まっすぐも本当手が痛いくらいでした。何が違うんですか他のピッチャーと。そうですね、まず、スピードもあるんですけども、やっぱりあの193センチのあの長身から投げられるとやっぱり角度も違いますし、そのマウンドまで、マウンドとホームとの距離が本当近く感じて、もう大谷が投げた瞬間に本当に目の前にボールが来るような感じで。入学した時は最速143キロ、半年後の秋には147キロまで伸ばしました。個性を殺さないように順調にあの育てばよくなるので、あまりこういじってどうこうしようっていう気はなかったんですよね。監督さんもあまりあの口うるさくは言わなかったと思いますね。指導するのは基本的にはその技術的部分ではなくて、精神的な部分だったりとか、あとはその日常生活の態度だったりとか。さらに大谷は好きなことや自分の大切にしていることには一切妥協しません。本当に具体的にこう曖昧にこうなりたいとかじゃなくて、こうなるっていうふうに本当定めて、そのためにじゃあ今何がいけないかっていうふうにこうグラフじゃないですけどこう箱にして書いたりして、それを実際にこう書くだけじゃなくて本当実践してて、でそれが本当にいい意味でいいこう他の選手も刺激になったんじゃないかなと思ってます。練習とかでも満足いかない、自分なりに多分満足いかない部分があったりだったりした時は本当満足いくまで練習したりとかしますし、このくらいでいいんじゃないかっていう練習なんかももっとやらなきゃダメなんだっていう感じで思いながら多分練習したと思います。大谷は父徹さんの影響で子供の頃から野球が大好きでした。あの小さい頃からもそうだったんだけども、まあ野球っていうのはやっぱ本来楽しいスポーツでですね、まあ楽しくあの楽しみなさいということはずっとこう言ってきていて、この前もちらっとその話はしたんだけど、やっぱり週末もすごく楽しみで、もう早く来ないかなと思いながらやってたような感じだったので、やっぱり今はすごく良かったなと思ってます。やっぱり好きなことはすごく、投げるにしてもバッティングにしてもすごくそういう技術的なことはすごく好きでした。好きなことはとことん追求する、頑固な性格は幼い頃からです。富山に買ってやったんですね、まあ、おもちゃというか、まあ、アニメの確か本だったと思うんですけど、その中でやっぱり気に入って自分が欲しかったんでしょうね。でそれもまあ、うちに持って帰ってきて、まあ、毎日こう見るわけですよ。まあ、その中でどうでもいいことなんだけれども、その新しい本にこうページこう見るとこう折り目がついてたみたいなんですよ。はい、それがですね、自分がつけたんじゃないと、誰かが やったって言い張るんですね。誰かがやったっていうか、まあ、なんでここに折り目がついてるんだっていうことですごく怒ってですね、泣きわめたことはありましたね。なんでそんな小さいことをね、そんな気にしちゃいかんとって怒った記憶はあります。高校2年の春には早くも151キロに到達しますが、
7月に左股関節を痛めてしまいます。夏の県大会、マウンドに大谷の姿はありませんでした。それでもチームは甲子園の切符をつかみ取ります。まあ、痛めても、まあ、少し痛かったので、まあ、投げられなかったんですけど、全力疾走もできなかったので、まあ、あまり8割ぐらいで走ることしかできなかったんですけども、大谷がこう成長することを考えると、全てその順風満帆に行くわけではないので、やはりこういい肥やしというかですね、そういうのになったんじゃないかなと。高校2年の夏、初戦は東東京の強豪帝京と対戦。大谷は4回途中からマウンドに上がります。怪我の影響で下半身を使えず、帝京打線の勢いを止めることはできませんでした。試合も8対7で敗れ、2年の夏が終わりました。先輩たちからも、まあ、来年こそ日本一になってくれということ言われたので、まあ、秋絶対勝って、また甲子園来て日本一になって頑張りたいと思います。すごく変わったなと思った瞬間って何かありますか？そうですね、やはり高校、やはり2年生の夏に帝京戦でちょっと、はい、本人やっぱりベストなコンディションじゃない中で投げましたけど、やはり負けたには負けたんだっていうふうに、本当にこう怪我してたからダメだったとかそういう言い訳することなく、やはりできること、食事トレーニングとかそういうできることしかなかったんで、そこに本当にもう熱注いでやってたので。左足の怪我があっても目標は見失いません。高校最後の冬に取り組んだのは、線が細い体を力のあるがっしりした体型に変えることです。本当、寮帰ってからの食事する時間がもう多分誰よりも早く食堂行って、こういろんなサプリメントも部屋に置いてあったりして、そういった肉体改造の面に関して本当に最後の冬は本当にびっくりしました。練習中もどんどんあれ食えこれ食えってどんどん食べさせられて、よく食べてました。どのくらい食べてたか分かります？そうですね、どのくらいって量を測ったわけじゃないので、はい、あれですけど、いわゆるこう差し入れなんかでいただいたこうカロリーメイトとかそういうのはありますよね。から量のお弁当だったりとかそういうのはちょっとでも余ればですね、もうすぐ大谷ってこう呼ばれて、そこで正座して食べてましたけど、いつもその結果、一冬で10キロ増え、193センチ、86キロの堂々たる体格を手に入れました。本当に冬の頑張りが彼の160キロっていう記録につながったんじゃないかと思ってます。春の選抜甲子園出場の知らせが届くと、肉体改造に成功した大谷は力強く言い放ちます。自分は160キロずっと目標にしてきたので、まずは勝つピッチングをしながら、そして力でも持せるようなピッチングができればいいなと思います。初めて本人の口から160キロという言葉が出た瞬間でした。力を蓄え臨んだ2回目の甲子園、初戦の相手は強豪大阪桐蔭です。プロ注目の藤浪晋太郎との投げ合いが注目されました。バッター大谷対藤浪の初対決。ホームランを放ち、高校野球の聖地を沸かせます。
方、ピッチングでも5回までに6つの三振を奪うなど好投を見せます。しかし6回以降コントロールが乱れ9失点、1試合で甲子園を去りました。すごい悔しいですし、自分たちの力も発揮できないまま終わってしまいましたし、流れも悪かったのですごい悔しいです。冬にしっかりやれてこなかったので、そういうところが一番大きかったんじゃないかなと思います。選抜では怪我による投げ込み不足から制球が乱れたため、フォームを安定させて夏に臨みました。そして最後の夏、2-3 で、一番自信のあるストレートでやっぱり最後フリークも自信持ってましたし、行こうということで最後思いっきり投げました。160という数字は監督さんと一緒に頑張ってきて目指してきた数字なんですけど、そこの目標は達成できたので。高校野球、大谷君にとってどんなものでしたか？すごく楽しかったですし、怪我とかいろいろあって、苦しい場面もありましたけど、最終的に最後の3年間もそうですし、しっかりとみんなと野球やってこれましたし、それに向けて練習もしっかりと充実したものがあったので、今はすごく、悔いはなく終われたかなと思ってます。入学当初に決めた目標に向かって努力し続けた大谷、160キロは初志貫徹して成し遂げたものでした。高校時代、前人未到の160キロを達成した大谷。少年時代から周囲を驚かせてきました。ゲームを終わってから監督さんも、もう全てお手上げだったっていう話、後で言われましたけど、私もああいうゲームっていうのは見たことないですよね。大谷は小学2年生の秋に地元の水沢リトルに入団。父徹さんは社会人野球でプレーしていた経験からチームの監督として大谷を指導します。見てて何か違うなって思ったところってありますか？どうですかね、やはり教えたことをすぐにできるっていうことはあったかもしれないですね。そういう子っているじゃないですか。これこうだよとかああだよとやってみなさいって言ってすぐできちゃう子、割とそういうやつだったですね。1年で2年分くらいずつこう成長していったんですよね。だから年上げるともうすごいな、年上げるとすごいなっていう感じでどん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 成長してきましたんで。そして中学1年生の時、勝てば全国大会出場が決まる東北大会で驚きのピッチングを見せます。17ですね。見てどうですか？いや、懐かしいですね。びっしり刻まれた三振を表す K の文字、アウト18個中17個を三振で奪い、初回から3回までは9連続三振を披露しました。気持ちがすごい一球一球なってて、普段あんましガッツポーズはしないんですけど、その時はグローブ叩いてなんか結構感情も前に出してました。まだキャッチャーだから良かったですけど、バッターだったら絶対打てないだろうなって思いながら受けてました。投げてて気持ちよかったんですか？まあそうですね、今まででベストピッチだったと思います。人生ベストピッチ。相手もすごく強かったんですけど、自分自身の調子も良かったですし、
まあ、いいゲームだったなと思います。バッティングもずば抜けていました。当時岩手のリトルリーグでホームラン記録だった22本を大幅に更新する35本を放ちました。しかし今日の活躍を支えているのは単に技術だけではありません。先輩のセンターとレフトにね、大きな声で先輩もそっちです、レフトもっとこっちってね、相手のチームの打者が前の打席で打球と地方に飛ばしたっていうのも全部頭に入ってましたよね。ですから5年生後の子がね、中学校1年生の先輩、2年先輩のそれ指示出してるんですか、守備位置。うわ、こいつもう物になるなと思う、その当時から思いまして、あの8割でコースをついて、で緩急も使いながら三振取りたい時は 100% で投げるみたいな、なんか昔からそういう投げ分けみたいなのを意識してやってたので、そういうところで意識の違いを感じました。野球に対する意識の高さに加え、関係者が口を揃えて言うのは謙虚な姿勢です。もうどん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 同級生の言葉はちょっと力が開いてたんですけど、翔平は天狗になることは一回もなかったですからね、それだけやっぱりあの褒めてやりたかったですよね。こう飾らないって言いますか、こう変にこう自分がすごいんだとかいうのを感じなかったの、感じさせないのがやっぱり人を引きつけるところだったんじゃないかと思ってます。鼻が高くなったり、自分はすごいんだっていう感じになって2、3年でどんどん落ちてくる選手もいると思うんですけど、まあ、そういうのは全くなく、本当に自分はまだまだなんだっていう感じで毎日練習してたので、そういった部分ではすごいなと思います。少年時代から備えていた抜群の能力と高い目標に向かってぶれない心。高校野球を終えた大谷を待っていたのは人生の大きな決断でした。今振り返るとどんな1ヶ月半でした？わー、まあ、すごく悩みましたし、すごい長い1ヶ月半でした。投打にわたる抜群の野球センスに日米合わせて16球団が獲得に動きました。Otani is certainly a first round type pick to me. He's a very front line player. I really like Otani. I will come every day if I need to try to help sign Otani. あちらの環境についてもそうですし、まあ、すごい素晴らしい話も聞けたので、これを踏まえて考えたいなという思いでいますし、どちらの良さというかそういうのも感じられたので、すごく今は迷ってます。どういう決断をしたのか、そしてその理由を聞かせてください。まず、まあ、今日まで迷いましたし、まあ、最終的に、まあ、今日の決断でアメリカでプレーさせていただくことに決めました。メジャー挑戦ということで、マイナーからのスタートになると思いますけど、その中で、メジャーリーグに挑戦したいなという気持ちで今はいます。その理由っていうのを聞かせていただきます。自分の入学当初からの夢でしたし、そういう厳しい中で自分を、磨きたいというか、そういうふうなところでやりたいというのも自分の夢でしたし、そういうのを持っていきたいなと思ってます。進路の決断について父徹さんは家族としての方針を固めていました。そうですね、基本的にはですね、最後は本人の意思で、決めてもらうと、決めると。メジャー挑戦を表明した4日後、北海道日本ハム大谷翔平投手、花巻東高校。日本ハムが大谷をドラフト1位で単独指名します。本当に、申し訳ないというか、
そういう思いが、決定してね、すごくあります。ただ改めてそのうちのね、選手たちと一緒に野球やってくれることによって必ず大谷君のプラスになるんだっていうふうに思ってね、今日も指名させていただいたんで、ちょっとびっくりした部分は、ありましたし動揺もしたんですけども、今日、こうして、指名していただいて、自分の気持ちは分からないですけど、すごく評価してくれていただいたのはすごくありがたいなと思っています。この間、決断したように、自分の気持ちはアメリカでやりたいという気持ちは変わらないですし、そこは、今変わりません。練習してましたけど、聞いた時はすごく複雑でしたし、でも示されないと思って自分も発表したので。指名された後も家族としての方針はぶれなかったといいます。本人の進路ですのでね、後で後悔されても困るし、最終的にはその球団の話を最後まで聞いて決めるのは本人が決めなさいと。日本ハムに入団するか、アメリカでプレーするか、すべては18歳の決断に委ねられました。ドラフトから1週間後、日本ハムが指名挨拶に訪れ、両者が初めて顔を合わせます。表情はそうですね、普通なんでしょうけども、どうなんですかね、ちょっと複雑なような顔してましたけども、今日会ってくれたということは非常に喜んでおります。挨拶来ていただいた時にも気持ちは全く変わらないという感じだったですし、その後もそうですね、笑うこともなかったですし、考えてるっていう風でもなかったですね、初めの段階はですね。決断を見守る両親ですが、本当はそばにいてほしい気持ちもありました。どちらかというとやはり国内でやってくれた方が、残ってくれた方が正直安心っていうのはありましたし、向こうに行くと言葉の違いだったり文化の違いだったりいろいろ心配ですしね、国内ですとそういうこともないし、たまには球場に行って試合も見れるということで、正直言うとやっぱり国内でやってほしいなっていう気持ちはありましたね。このあと交渉は4回行われ、このうち3回は大谷も同席しました。夢は長い間メジャーで活躍すること。大谷は目標へ一直線に進みたいと思っていました。これに対し日本ハムは夢への道しるべと記された資料を渡します。分からなかった部分はたくさんあって、少し驚いたっていう、こういうこともあるんだということで、その辺あたりからですかね、少し考え始めたというのがですね。資料にはメジャーに挑戦した選手のデータが示されました。日本球界で実績がある人は7割がメジャーで活躍をしたのに対し、実績のない人では60人中1人の成功にとどまっています。日本の野球、あるいは日本のスポーツという特徴を身につけた上で世界と勝負すると、それが最も賢明なやり方ではないだろうかという、この辺は僕の意見も入ってるんですけども、そういうものをまとめて、プロジェクターを今回使わせてもらってかなり時間をかけてお伝えしました。マーチで長く活躍したいという思いがありましたし、そういう夢があったので、そのためにはもっと早く行った方がいいんじゃないかなって自分でも思ってたんですけど、新たにというか、資料をいただいて、必ずそういう、
わけではないですし、そういうふうに結びつくわけでもないよと言われてましたし、最初は自分は自分だと思ってたんですけど、そういうのも含めて家族と相談して、さらに野球界のパイオニアになりたいという夢を持つ大谷に二刀流の育成プランを伝えます。二刀流の話した時には、メジャーではそれは不可能だということを言われてたそうなんで、そういう話では非常に喜んでおりましたけども、少しこうニコッとしたような時がありました。最初はピッチャーかバッターかっていうとこから始まりましたし、アメリカに挑戦したいっていうふうに発表させていただいた時も、やっぱりピッチャーでいきたいという思いからもあったので、そこに両方やるっていう選択肢は僕にもなかったですし、やっぱそれを提案していただいて、自分でもやりたいなというか、真剣に考えてくださってたので、自分もそういうふうにやってみたいなっていう思いもあったので。一方で二刀流に対する不安もありました。正直、やったらバッターになるんじゃないかとか、やっぱりその時はピッチャーやりたい思いもありましたし、このまま入団してバッターになるんじゃないかなっていう思いもあったんですけど、アメリカならピッチャーができる、日本ハムだと最終的にバッター一本になるのではないか。大谷の悩みを解消するため、栗山監督が交渉の場に姿を現します。監督というよりもね、ある意味去年までに戻って、一取材者としてね、大谷君が将来どうなったら良くなるんだろうというふうな思いの中ですごく喋ってたっていうね、ある意味解説者になってるっていうね、そんな感じの思いで喋ってました。なんていうか、監督辞めて監督忘れちゃったっていうふうな、決して説得とかそういうものではなくて、自分の立場からすごく市民になって考えてくださいましたし、そういう意味ではすごくありがたいなと感じた部分もあるので、すごく感謝します。夢という部分ですね、夢を叶えてあげたいと、ファイターズの監督っていう立場よりも、一野球選手のために、一緒になって、進路ですね、将来進路のっていうことですね、ために一緒に考えてくださったということだと思います。夢を一緒に考えた上で背番号11を提示、ピッチャーとしても高く評価していることを伝えました。実際に背番号もそうですし、話とかも聞いてすごくピッチャーとしても評価してくださったので、そういう意味ではすごく安心感もありましたし、すごく、感謝しました。人生の大きな決断を迫られた18歳の少年は、発表のギリギリまで悩み抜きました。結論を出したのは本当直前です。本当会見までどうするんだっていう話はだったので。それでは大谷選手より交渉結果につきましてご説明いただきます。本日、北海道日本ハムファイターズさんの方に入団させていただくことを、球団さんに伝えさせていただきました。たくさんの方々にご迷惑をおかけして本当に申し訳なかったなと思いますし、花巻東高校の監督さんや、日本球界の方々や、遠くアメリカから来ていただいたメジャー球団の方々、そして自分を応援してくださった方々、メジャー挑戦してから自分を後押ししてくださった方々に本当にご迷惑をかけて申し訳なかったなと思っています。自分がメジャー表明してから、やっぱり自分のそのきっかけになったのも、1年生の時から3年間自分のそばで自分を高く評価してくださって、自分を見続けてきてくださった方がいたからだと思ってますし、またその人にもまたすごく感謝してます。こうして、今日発表したわけですけれども、
たくさんの方々に迷惑もかけましたし、自分の、まあ、これからの進路ですけれども、球団さんに、まあ、入団させていただくことも決まったので、まあ、しっかりとこれからは、ファイターズの一員として今までお世話になった方や地元の方々に日本で、まあ、プレーする姿を見ていただいて、まあ、少しでも恩返しできればいいなと思っていますし、まあ、あの子どもたちの目指す選手になれるようにこれから頑張ってファイターズの一員として頑張っていきたいなと思っています。入団が決まりましたが、大谷の表情はまだどこか曇っていました。お世話になることに決めた時も、やっぱりアメリカの挑戦するときにやっぱすごく後押ししてくださった、応援してくださった方々の地元の方々もいましたし、また監督さんもそうでしたし、まあ、そういう、まあ、方々がいたので、やっぱり、はい、まあ、行くのもどうなのかなと思った自分もいたので、やっぱり決めた後もすごく、まあ、行っていいのかなってすごく悩みましたし、やっぱそういうのもあったんですけど、まあ、最終的に、まあ、すごくどこに行っても頑張ってくれというふうな声もすごくかけてもらえたので、まあ、そこは自分としてはすごくそこは嬉しかったです。今はどんな気持ちですか？まあ、自分的にはスッキリしたというか、たくさんの方に迷惑かけたので、まあ、その分、まあ、地元の方であったりとか、まあ、北海道の方々であったりとか、まあ、そういう人に、はい、日本一になって恩返しできたらいいなと思います。こう語るのは入団を決めた2週間後、重圧から解放されて見せた表情が全てを物語っていました。大谷が選んだ道は日本ハム入団。メジャーで活躍する夢を叶えるため新たな挑戦が始まります。メジャー入りを胸に日本ハム入団を決めた大谷は、心身ともに鍛えた学び屋を旅立ちます。18年過ごした岩手との別れともなる卒業式、両親も学生最後の一日を見守ります。なんとなくこう男らしくなったかなというような、印象を持ちました。怪我が一番怖いんで、そこだけ気をつけながら、焦らずに、ゆっくりと成長してもらえればいいと思います。まあ、野球もそうですし、まあ、やっぱりすごく原点のところだなと思うので、ここを忘れずに、またこれからしっかりとここを基本にしてやっていきたいなと思います。まあ、早く一軍で本当に活躍している姿を多くの方に見ていただきたいですし、そのために頑張っているので、まあ、監督さんもそうですし、チームメイトにもそういう姿を早く見せられるように頑張りたいなと思います。1年目で掴んだ開幕スタメン、まずはバッターとして一軍で活躍している姿を見せています。ピッチャーとしては2軍で実力を磨いている最中です。2軍戦では先発を経験し、荒削りながらも力のある投球を披露しています。初先発の試合、最後に投げたボールはストレート、三振を取りました。まあ、まだまだじゃないかなと思いますし、今のままだとダメかなと思うので、まあ、もうちょっとしっかりやりながらいければいいかなと思いますし、勉強しながらいければいいかなと思います。高校時代は入学した時に160キロを目標に掲げ成し遂げました。メジャーへの近道として選んだプロ生活は前例のない二刀流で走り出しています。目標を初志貫徹してきた大谷翔平、その視線はまっすぐ
世界を見据えています。